北朝鮮核ミサイルの脅威、日本近海で暗躍する工作船や潜水艦、今問われる日本の安全保障、そしてその鍵を握る存在こそがイージス艦である。報道関係の方がイージス艦の試合室に入られたというのは極めて稀だと。今回イージス艦の心臓部 CIC に取材カメラが入った。世界最高の防御システムに肉薄。海上自衛隊の舞鶴基地を出港したイージス艦妙高が今日本海に出てきました。イージス艦妙高の日本海における訓練航海に完全密着。日本の国防最前線がそこにあった。体全体にビリビリとその衝撃が伝わってきます。海上自衛隊舞鶴基地を母港とするイージス艦妙高に取材班は乗艦した。おはようございます。おはようございます。副長田です。副長の鈴木奈良です。お待ちしておりました。妙高は1996年に就役。全長161メートル、乗員280名、最大速度は30ノットを誇る。その建造費用は1200億円だ。現在日本はこの妙高を含む4隻のイージス艦を保有している。まず取材班は垂直に近い階段を上り、艦橋に案内された。いや、息が切れちゃいました。そうですね、あの建物で言いますと6階の高さになりますので、はい、ご覧の通りのこの、はい、そうですか。ここが艦橋。そうですね、こちらが、はい、ブリッジですね、いわゆる商船。ああ、なるほどね。ところでこの赤い椅子何ですか、これ。あ、こちらあの艦長がここに座りまして指揮を取ると、はい、なるほどね、はい。艦橋の中央部には舵をコントロールするダリンとエンジンの出力レバーがあり、ここで操艦が行われる。ここはまさに船を動かすだけのものでございまして、いわゆる戦闘の指揮、これは艦長は下の CIC 戦闘情報中枢、はい、こちらで取るということになります。いくつもの水密ドアを抜けた奥にそのイージス艦の心臓部はあった。こちらが、妙高の CIC、まさに戦闘する時の中枢心臓部ということになります。妙高の乗組員でもこの国から発行されました許可証がないとこちらに入れないと。アメリカ軍と情報設備を共有している CIC は日米相互防衛援助協定などに基づき、妙高の乗員でも入室はごく一部の人間に限られる。今回取材班は特別の許可を受け内部に入ることができた。ここがいわゆる心臓部ですね。そうです、ここが妙高の CIC になります。はい、はい、ああいったあの4つスクリーンがございますが、ここに表示される情報、これを使いまして戦闘の指揮を取るというところになります。例えば行動中にミサイル、あるいは怪しい船がいたというようなことになると、その情報はここに示されるわけですか。そうです、ここに全て表示されます。本艦のレーダーとかのみならず、本艦以外の船が探知した目標も全てここに表示されます。イージス艦とはイージスシステムを搭載した艦艇。イージスの名はギリシャ神話に登場するあらゆる邪悪を防ぐ盾に由来する。イージスシステムは空、海上、海中とあらゆる目標を捉え、複数を同時に迎撃する性能を持っており、世界最高の防御システムとの評価を受けている。戦闘時には全ての情報がこの CIC に集約され、攻撃命令など重大な決定が行われるのだ。迎え撃たなきゃならないような場合、ここから指令が出るんですか。そうです、あらかじめ国家から、許可された範囲の中で、ここに座っている指揮官が、判断して、命令を下すということになります。そして今このイージス艦に新たな重大な存在意義が与えられようとしている。1998年、北朝鮮は弾道ミサイルテポドンを発射しました。ミサイルは日本列島を越えて太平洋に着弾したのですが、その時このイージス艦妙高はレーダーを用いて
ミサイルを探知し追尾することに成功したんです。その時以来、日本の安全保障においてイージス艦が果たす大きな役割、広く知られることになりました。北朝鮮のテポドンなど弾道ミサイルに対する防衛は国防の最重要課題の一つである。現在日本はアメリカと共同でミサイル防衛システムを開発しているが、ここでもイージス艦は重要な意味を持つ。弾道ミサイルを迎撃できる高性能ミサイルをイージス艦が搭載し、その中核的な役割を担おうとしているのだ。日本の安全保障の鍵を握るイージス艦。取材班は日本海で4日間にわたり行われた妙高の訓練航海に完全密着した。訓練の1日目は戦術運動の訓練が行われます。万が一の異常事態が起こった時にいかに素早く戦闘態勢の陣形を整えることができるか、そういった訓練が行われます。妙高と同じ第3護衛隊軍に所属する春菜と浜行とともに艦隊訓練が行われる。これは様々な状況に応じて迅速に陣形を作り対応するためのものだ。例えば妙高を先頭に三角形を作るこの陣形は、国籍不明の不審船などを包囲するために用いられる。1999年3月日本海で北朝鮮の工作船とみられる2隻の不審船が発見された。この時政府は海上自衛隊に対し初めて海上警備行動を承認。他ならぬ妙高がその任にあたり警告射撃を行ったのだ。その後不審船は逃走。この日本海で起きた事件の衝撃は大きい。今回の訓練の目的を第三護衛隊軍司令宮崎幸隆海将補はこう説明する。日本海という非常に重要な海域を航行しているということで、いろんなことが起こってきます。それは当然不審な船が出るかもしれませんし、違うシチュエーション状況が起こるかもしれない。そういうに対応しろと言えば、今持っている兵力でそれに対応する、それに全力を尽くすというのが我々の仕事だろうというふうに認識しております。訓練2日目、海中の標的に対する射撃訓練が行われる。無論訓練のための訓練ではない。事実、去年11月中国海軍とみられる潜水艦が領海侵犯、海上自衛隊がその潜水艦を追跡するという緊迫した事態も生じている。使用する兵装は VLA と呼ばれる垂直発射式のロケット魚雷。妙高から数キロ離れた先の海中に潜む標的を狙う。 VLA 発射1分前。 VLA 用意。よし、ヘイ。兵器の性能は機密に当たるため、標的までの距離、命中したかどうかも含めて射撃訓練の結果は公表できないという。使用された訓練用の魚雷も回収される。これも機密に当たるためだ。見つかるまで10日間かけて探したこともあるという。近年イージス艦の重要性は増している。テロ対策特別措置法に基づき2002年12月からアメリカのアフガニスタン攻撃の後方支援を行うためインド洋に派遣された。1回の任務は半年にわたった。こうした長期間にわたる任務で隊員たちの楽しみの一つが食事だ。この日は旧海軍からの伝統である金曜日名物の海軍カレーが食卓に上った。甘口と辛口がチョイスできるということで辛口を選んでみました。一体どれぐらい辛いのか、いただきます。熱い。結構喉までピリピリと辛さが伝わってきます。ああ、ちょっと辛いな。やっぱりカレーの日っていうのは楽しみ、はい、楽しみですね。もうこの日のためにいるようなもの。
長い出航になればなるほど、例えば入港の日が決まってる場合があるんですけど、そうすると金曜日が何回あるかってことでカレーがあと何回、カレーの回数が減れば入港も近づく。なるほど。隊員たちはどんな思いでイージス艦に乗務しているのだろうか。イージス艦今すごい話題になってますし、やっぱり最前線という気分があるんですよ。やりがいがあるんですよ。やっぱり日本海にいるということで、やっぱり、ある意味緊張感があるというか、ニュースなり新聞なり読んで、いろんな国の動静を、極力把握するようにはしています。訓練航海中といえども不測の事態に備え常に緊張を強いられる。彼らはそんな最前線にいるのだ。訓練の3日目、今日は空の標的に向かっての射撃訓練です。世界最高の防空能力を誇るイージス艦、それを可能にしているのが艦橋の下にあるフェイズドアレイレーダー、通称スパイレーダーだ。強力な固定式アンテナによって常に全方位を監視することができ、捕捉できる目標は100個以上、その探知距離は500キロに及ぶとも言われている。そして目標の危険度を瞬時に判断し、迎撃の優先順位をつけ、最適の兵器を選択し、複数の目標を迎撃できるのだ。しかしこうした対空目標はミサイル迎撃をくぐり抜けるなど近距離に接近する可能性もある。今回の対空射撃訓練では数キロ先の航空機が引っ張る標的に対し射撃が行われる。使用兵装は127mm 速射砲、1分間に40発の発射が可能といわれる最新鋭の兵器だ。対空戦闘用意、安全監視記録員配置に来て。右対空戦闘、右対空戦闘、90度、90度、航空機の引く標的、航空機の引く標的、航空機視認。地域始め、地域から始め。今大砲の弾が発射されました。こうしてブリッジの中にいても体全体にビリビリとその衝撃が伝わってきます。かすかに見える閃光は砲弾が標的に到達したことを示しているという。先ほど発射された大砲の薬莢です。高さはだいたい1メートル弱ぐらいでしょうか。重さは10キロぐらいはありそうです。まだかすかに火薬の匂いも残っています。続いて不審船に対する警告射撃の訓練が行われる。浜行きが曳航する標的を狙う。想定本艦の90度不審船舶探知、この目標に対し警告射撃を行う。警告射撃準備。警告射撃よよし。あ、1分前。地位型始め、地位型始め。訓練終了後、主砲の方針をはじめ各兵装のメンテナンスがすぐに行われる。常に使用可能な状態でなければ意味がないからだ。今回の訓練航海の成果について妙高の後藤博史艦長に聞いた。日頃からメンテナンスも含めて乗員の訓練の成果が出たんじゃないかなと、今の時点で満足いく結果だったなというふうに思ってます。毎日毎日その練度というかですね、レベルをある程度維持していかないといけないというところが、我々の一番の重要なところだと思ってます。突然訪れる有事に対応できる力、日本の安全保障の最前線が確かにそこにあった。